バラデーロはキューバのリゾートタウン。自治体としてはマタンサス州カルデナスに属する。バラデーロはキューバ有数の観光地であり、国の経済に貢献している。1887年12月5日に町が建設され、1976年7月3日に単独の自治体となった。イカコス半島のサシ、カルデナス湾。 フロリダ海峡キューバの首都ハバナから140キロメートル東、ビア、ブランカ道路東端付近には、サシからなるイカコス半島がある。バルデーロはイカコス半島全域からなる地区であり、サシの南東側はカルデナス湾に北西側はフロリダ海峡に面している。約20キロメートルの長さを持つイカコス半島は、最も広い部分でも1.2キロメートルの幅しかない。 フロリダ海峡に面した北西側には白車の海岸が広がっており、カルデナス湾に面した南東側は岩礁となっている。川間運河が半島の付け根付近を横断しており、キューバ島と半島はこの運河によって隔てられている。この運河は長さ 5.1km、全幅 40m、水深 4.5m である。この運河には可動橋が架けられている。 イカコス半島は、キューバ島本土から北東に向かって伸びており、先端部のイカコス岬は、キューバ島最北端点である。半島の北東側はいくつもの原生林や海岸を持ち、1974年には3.12平方キロメートルの範囲が、イカコス岬自然保護区に指定された。イカコス岬自然保護区内には、250メートルの長さを持つアンブロシオ洞窟。 鳥類31種と爬虫類24種が生息するマンゴン湖、頭蓋骨の意味を持つらラカラベ雷石、スペイン人が新世界に初めて築いた聖炎書などがある。海岸近くには岩礁が発達しており、サバナイコールカマグエー諸島の西端部にはピエドラス岩礁やクルスデルパドレ岩礁がある。今日のバラデーロ近辺には、戦士時代から人類が居住しており、ムスルマネス洞窟や、 アンブロシオ洞窟には洞窟絵画が残されている。16世紀にこの地域にやってきたスペイン人は牧畜、船舶のための木材の伐採、生園などを行った。イカコス半島の港はカンドックとして使用された。1555年に初めて研究されてからバラデーロという名称で呼ばれている。16世紀末にはラカラベラ岩塩鉱山が稼働を開始し、 この岩塩鉱山はスペインの植民地だった新世界において最も重要な岩塩鉱山とされている。1815年にはパソマーロの近くに初の村が誕生し、1828年11月には初めて町の建設が試みられた。独立戦争の期間中には1884年と1886年にこの地で独立主義者による 上陸作戦が行われた。バラデーロの街が建設されたのは1887年12月5日で、あり、カルデナスからやってきた裕福な10家族が建設許可を得た。1910年には毎年恒例のレガッタ大会が初開催され、5年後にはバラデーロという名称のバラデーロ初のホテルが建設された。 その後は裕福なハバナ住民にとってのリゾート地となり、1930年代初頭にはアメリカ人実業家のイレネー・リューポンが半島に邸宅を建設した。アメリカ人ギャングのアル・カポネを含めて1930年代から1950年代には多くの著名人が休暇地としてバラデールを訪れている。この時期には豪華な邸宅やホテルが続々と建設され、 富裕層にとってのリゾート地となった。1959年1月1日時点の半島の人口は3162人だった。1959年のキューバ革命後、アメリカ人富裕層などが所有していた多くの邸宅が没収され、美術館、ギャラリー、大使館などに置き換えられた。 あらゆる社会階級のキューバ人や外国人にとっての観光地となることに主眼が置かれた。1960年代から1980年代にかけてバラデーロでは多くのコンサート、フェスティバル、スポーツイベントが開催された。行政的再配分の結果、1976年7月3日にはカルデナスの立地域から独立して単独の自治体となった。 1981年には歴史博物館が開館。1980年代には国外からの観光客向けの初のホテル、シボニー、アタビーが建設され、1990年にはキューバ政府が本格的に観光産業の振興に取り組むようになった。バラデーロでは再びホテル建設ラッシュが起こり、その大半は4つ星、または5つ星ホテルだった。 2010年にはキューバ国会で承認された法案によって再びカルデナスの自治体に組み込まれている。バラデーロの海岸大規模ホテルバラデーロは白車の海岸が2 0トルにわたって続くリゾートタウンである。60以上のリゾートやホテルを有し年間100万人以上の観光客を集めるキューバ最大の観光地である。バラデーロを訪れる観光客の中心は カナダ人、ヨーロッパ人、ラテンアメリカ人である。バラデーロを訪れるアメリカ人観光客は増加しているものの、アメリカ政府はキューバ入国に規制を設けている。今日のバラデーロでは41のホテルが計12,142室を有しており、14%が5つ星、63%が4つ星、23%が3つ星と2つ星である。 多くのホテルはメリア、バルセロ、トリプなどの外国企業との共同所有物として運営されている。キューバの観光業は世界に開放され、経済事情などが理由で国内の他地域から人々が訪れたため、この地域の人口は増加した。その一方でバラデーロは社会的、文化的生活や地域の伝統の多くを失っていった。キューバ人や外国人が 主導権を握ったホテル中心型の包括的観光が進展した結果、映画館や文化施設があったセントラルパークは放棄され、最終的には廃止された。バラデーロ最大の観光資源は海岸であるが、その他にも洞窟や容易にアクセスできる岩礁などがある。マタンサス州にはバラデーロ以外に文化的、歴史的、環境的な見どころもあり、 近隣のマタンサスやカルデナスの町、キューバ島の南岸にある、サパタ半島、サンミゲルデロス・バニオスのリゾート地などがある。スクーバダイビング、深海釣り、ヨット、その他のウォータースポーツのための施設を有している。フワング・アルベルト、ゴメス空港バラデーロの中心部から20キロメートル、南西、マタンサス州の州都マタンサス郊外には、フワング・アルベルト、ゴメス空港がある。 1989年にフィデルカストロ議長によって開港し、より半島に近いバラベイロ空港から置き換えられた。名称はジャーナリストでキューバ独立運動家のフアン・アルベルト・ゴメスに由来する。標高64メートルの場所にあり、3502メートルの滑走路1本を有する。2009年の乗客数は128万人。フアング・アルベルト ゴメス空港は、ハバナのホセマルティ国際空港に次いで、国内で2番目に乗客数の多い空港であり、南アメリカではブエノスアイレス、北アメリカではトロント、ヨーロッパではドイツの主要都市やアムステルダムなどへの国際便が運航されている。キューバ国内からの交通手段としては、ビアスルバスがあり、ハバナからの便は、フアング・アルベルト、ゴメス空港を経由している。 空港やホテルでレンタカーを手配することもできる。バラデーロから約1 8トル離れたカルデナスには鉄道駅があり、鉄道運賃はとても安価ではあるものの、そのスピードの遅さから観光客の交通手段には向かない。ハバナとバラデーロの間にはフェリーも運行されている。半島内の交通手段としてはタクシー、ここタクシー、馬車、バスなどがある。バラデーロでは オープントップの2階建てバス、オートバイの一種であるモペット、数量の客車を連結したバスの一種であるドットトレインズなどが運行されている。レンタルバイクやレンタサイクルなどを移動手段とすることもできる。バラデーロのバル1998年のバラデーロの自治体人口は19898人だった。二千七年のバルデーロの自治体人口は約二万人であり、 うち半島部分には7000人が住んでいた。面積は32平方キロメートルであり、人口密度は771.3人平方キロメートルだった。第115法案が施行された結果、2011年1月にはバルデーロという自治体が廃止され、カルデナスという自治体の一部となった。二千十年のカルデナスの自治体人口は千五百九十三人で、 ある。従って、今日のバルデーロという言葉は、半島部分にあるリゾート地のみを指している。バルデーロで観光業に従事する者の,の多くは、カルデナスから通勤している。ありがとうございます。